京都でもコンサートを行いました。会場の京都会館はザ・タイガースがまだアマチュアの頃にデビューのきっかけをつかんだコンテストに出場した思い出深い場所です。そして何よりも忘れがたいのは、ファニーズの時に、アマチュア版のコンテストでね、うまさから言うとそんなもの、もうみんなもセミプロですよ。もう楽器からもうみんなそうですよ。でも僕らはルックスで。思い出深い地元京都でのライブも大成功でした。終演後メンバーはジュリーの同級生が営んでるお店で打ち上げをしました。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、ジョルタンちゃんジャンジャン横丁カワジャン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 ジャンバルジャンジャンバルジャンあら、じゃあ結構あるね。4人はこの貴重な時間を心から楽しんでいました。来いといっぱいでもあかんねん。そしていよいよこの後武道館でのファイナルコンサートに挑みます。ザ・タイガースの解散コンサートからちょうど41年となるこの日が今回のツアーの最終公演となります。ライブチェック、はい。最後のリハーサル、いつも以上に熱が入ります。この日武道館に集まった観客は13,000人。ステージの後ろまでびっしり満席になりました。
そのステージもついに38回目最後のステージになります。今日は昭和46年にこの1月24日にタイガースは解散しました。それから44年が経ちました。感慨深いものがあります。そして楽しく今日まで、全国各地を回ってまいりましたが、とりあえず今日がこのステージのラストです。一緒にこの時間を過ごしてくれてありがとう。今日は後ろにもお客様がいらして、もう大変でございます、今日はみんなで八方美人になろうと。最近はもうサリーズ呼んでくれる人もほとんどいないんですけれども、意外と今日は多いなと思っております。そんな急に言われても。30年ぶりに、武道館でやって以来ですね、もうほとんどギター触ったことなかったんですけれども、このメンバーで、やるということが本当に楽しいなと、音楽は楽しいなとつくづく実感しました。皆さんも僕たちも本当に、いい時期にお母さんが産んでくれたなということで、母親に本当に感謝したいという思っています。はい、今日も張り切ってやります。よろしくどうも。そんなこと言うてるとね、肉あげるよ、パッと。いらんよ、いらん。最後の、今回は最後のステージですが、別に僕たちはこれがタイガースだとは思ってないわけで、全員が揃って初めてタイガースだと思ってますので、ありがとうございます。さあ、それではここで、精神的にも肉体的にも非常に、落ち込んだ時期を乗り越えて、シローが今日武道館に駆けつけてくれました。いやもう今日今日このステージに登れるのは全部ジュリーのおかげです。ありがとう。Don't ask me why the time has passed by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, but you and guess who cried come first to me. We are for three, the group for you and me. I was the apples falling one by one when I was small and Christmas trees were tall. Do 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 do. Don't ask me why the time has passed by. Someone else moved in from far away. もう喋るのも泣いてしまったら喋れないんで、それもちょっと遠慮しとくわなんて言ってたんだけど、どこがいけるの。誰や。兄です、兄です。Just don't take me away.
僕は君のために重い罪を犯し鎖につながれても構いはしない。この武道館の舞台に立ちたかったです。まあ、高橋克実は僕のやり方が気に入らんと言って今回は降りると言ったままです。決してどうも僕は諦めておりませんし、タイガースのメンバー全員がもう一度全員で集まってやりたいと思っていると僕は信じております。
たのに誰も救えない、地獄それ以上この世界終わるのを見たんだ。きっときっと立ち直れるはずさ、恨まないよ海よ。太陽と放射線5秒